皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回は夏に向けて購入したガーデニングチャンネル的セレクションの花々のご紹介をさせていただきます。いつものように回転台を使って後ろ姿や横顔などもご紹介していきますので、よろしければ参考になさってみてください。このチャンネルのお花紹介、初めてご覧になるという方もいらっしゃるかと思いますので、回転台についてちょっとだけ触れていきますと、Amazon でポチッとした回転台で試しにワンちゃんを乗っけるとこんな感じでゆっくりと回っていきます。まあ、この回転台を使うことに意味があるのかというようなですね、ご意見もあり、私も若干手探りではあるんですけれども、まあ、今回も意味があると信じてこの回転台を使わせていただきます。では早速始めていきましょう。まずは扇が広がったような花形が特徴のこちら、スカエボラのタッチです。似てる花でサントリーフラワーズさんのサンクエールという花が今園芸店ではたくさん出回ってると思うんですが、まあ、同じではないらしいんですけども、非常に近い、まあ、兄弟みたいな花ですね。開花期間は4月から10月頃まで、厳しい夏のあるイスラエルで育種をされた暑さに強い品種です。管理としては株が育ってきたら摘心をしていくと、より花数も増えるようです。またこの品種は花がら摘みあまり必要ないそうなんですが、まああんまり放置しとくと花がらが腐って病気のもとになったりするので、まあ、花がらも随時摘んでいこうと思います。あとは多湿にちょっと弱いようなので、わさわさとしてきたら切り戻しを行っていくと、また脇芽を伸ばして秋以降に花つきが良くなるようです。さあ、まずはスカエボラタッチをご紹介させていただきました。で、今回はですね、紹介をさせていただいた花々を使っていけばなもちょっと同時にやっていこうかなと思います。まあ、いけばなといっても私は別になんとか流の師範とかでは当然ないので、まあ、あえて言うなら我流ですかね。まあ、こんな感じで摘める花は摘んで一輪ずつ生けていきます。最後に仕上がったいけばなも回転させますので、よろしければご覧ください。続いてはこちら、日々草の夏花火、ホワイトレッドアイという品種です。まあ、夏の定番の一つ、日々草。こちらは開花期間が5月から10月頃まで。もちろん暑さには強いんですが、日々草は全般的に加湿には弱いですね。で、このホワイトレッドアイは群れに強く品種改良はされているようなんですが、常に加湿状態にするのは避けてくださいと書いてあります。ちなみに情報ですけども、このホワイトレッドアイは2017年2018年のジャパンフラワーセレクション優秀賞ベストフラワー賞を受賞しているそうです。花火のようにパッと広がった花姿が可愛らしいです。花火って感動しますよね。今年は各地で花火大会が催されるといいですね。こちらはコレオプシスのソランナ、元気なイエローのポンポン咲きです。私、園芸を始めたばかりの頃はポンポン咲きっていうのは次から次に花がポンポン咲くことをポンポン咲きっていうのかと思っていたんですけれども、違うんですね。ポンポン咲きっていうのはこう球状に細かい花弁が集まった咲き方を言うということを知ったのは、園芸を始めてからだいぶ経ってからでした。
開花期間は5月から10月頃まで。暑さ、寒さに強いけれども多湿には弱い花です。花が一段落したところで半分ぐらいの高さに刈り込んでいきます。夏はこういう鮮やかな花が似合いますね。続いては花というよりもリーフを楽しむコリウス。私毎年夏に迎えているんですけれども、庭にインパクトを与えてくれてとても重宝しています。このコリウスの種類はですね、ジャンボコリウスゴリラジュニアって書いてありますね。すごい名前ですね、ゴリラジュニア。で、この札にはですね、通常のコリウスより大きく育ちながら伸びすぎず、がっちりとした美しい装飾が魅力ですと書いてあります。通常のコリウスより大きく育ちながらも伸びすぎず、がっちりとした美しい装飾。なんかって感じですけどね。まあがっちりとゴリラのようにね、どっしりと育ってくれるっていうイメージだと思います。ちなみに情報ですけども、第2回お台場おもてなしセレクション2016年で最優秀賞を受賞しています。このジャンボコリウスゴリラジュニア、すごいですね。そしてやはり夏の定番、メランポジウム。あまり手をかけずとも11月頃まで次々と花を咲かせてくれる優秀な花です。高温多湿に強く、肥料分の少ない土地でもよく育ちます。逆に肥料を上げすぎると生育不良を起こすようです。花が咲き終わった上を覆い隠すように新芽が伸びてきて、新しく花を咲かせるということで、花がら摘みをしなくてもいつも綺麗な株姿を楽しむことができます。忙しい方にはぴったりですね。若い苗の時は生育が遅いんですけれども、暑くなるにつれてぐんぐんと大きく育っていきます。定番が続きますけれども、こちらはトレニア。トレニアにもたくさん色がありますけれども、私この色が大好きで毎年迎えています。トレニアの中をよく見てみると、指輪のような丸い、まあこれはおしべなんですかね、があります。指輪の丸い形は終わりのない永遠の愛の象徴とも言われています。なんていうことを披露宴では時々アナウンスすることがあります。開花期間は4月から11月頃までと非常に長く、日陰でも育ってくれるというとても育てやすい花です。この株はまだ花が2輪ぐらいしか咲いていませんが、つぼみがたくさんあるので、これからの開花が楽しみです。こちらはベロニカグレース。紫色の花と艶やかで美しい葉っぱが特徴です。この札にも書いてありますが、秋冬は葉っぱがチョコレート色に変化していきます。なので冬はカラーリーフとして寄せ植えにも使えそうです。葉っぱだけではなくて花も紫色から白へと変化していきます。変身願望が強いんですかね。変わることが好きみたいです。耐寒性が高いようなので、庭でも冬を越せそうです。まあ、寒さで落葉をしたり地上部が枯れたりしても、根っこさえ生きていれば春の到来とともに新しい芽を出してくれます。私の庭で長く暮らしてもらいたいものです。こちらは可愛らしい青い花を咲かせてくれるオキシペタラムブルースター。暑さに強く、初夏から秋までずっと咲き続けてくれます。このオキシペラタムブルースターも咲き始めは、まあ、この紫がかった薄青色で、次第に青みが強まっていって
て咲き終わりはピンク色を帯びてくるという花の色を変化させる花になります。私この花初めて迎えたので少し調べてみたんですけれども、開花後に 7,8 センチぐらいの大きな防水形をした果実ができるそうなんですね。そんな大きいのできるんですかね、 7,8 センチぐらいので、その防水形の果実が熟れて裂けるとふわふわの綿毛のついた種が飛び出してくると。本当かなと思いながらちょっとその辺も楽しみに育ててみたいと思います。続いて出てまいりましたのは、上からギュッと押されたみたいに平べったい花、ロベリアのパラシオンブルーです。この濃い青が何とも魅力的です。このロベリアパラシオンブルーは開花期間が3月から12月まで、非常に丈夫な花です。耐寒性の多年草、日向から半日陰まで様々な場所に適応してくれます。丈夫で手間がかからずに植えっぱなしでも良いってのが魅力です。長い花茎の先にある花、この青い花が夏風にゆらゆらと揺れるのも風情があります。こちらはサルビアサリーファンブルーアイス、一度にたくさん咲くと書いてあります。この札に書いてある通り、たくさん花芽が上がってきています。先ほどのロベリアパラシオンブルー同様に濃いブルーの花が魅力的です。開花期間は6月から10月頃まで、花びらが散ったとしても萼が残っているので花の雰囲気を長く楽しむことができます。夏の暑さには強い一方で冬の寒さには弱いようです。まあちょっと違うのかもしれませんが、ブルーサルビアに関しては私が住んでいる町埼玉では外で冬を越してくれます。このサルビアサリーファンも冬越しに挑戦します。さあガラッとイメージを変えて、真っ赤な情熱的な花が出てきました。こちらはベゴニアマカルージュ、ベゴニアマカロンという名前で流通していることも多いようです。暑さにも強くて、まあ、半日陰で管理すれば夏の間でも咲き続けてくれるようです。この札には5、6月頃に剪定をするのが理想と書いてあるんですが、まあ、購入したばっかりですし花もたくさん咲いているので、もう少ししたら剪定しようかなと思っています。この赤っていうのは人に行動を促したりやる気を起こさせる効果があるみたいなので、まあ、これからの季節ちょっと暑くてガーデニングやだなーなんて、めんどくさいなーなんて思いがちですけれども、この赤いベゴニアマカルージュを見ればもしかしたらやる気が出るかもしれません。ここからはホームセンターで出会った掘り出し物たち、少しご紹介いたします。今回もいい出会いがありました。こちらはナデシコの花風船、 66% 引きで111円でした。開花期間は春から秋まで、まだまだ先ですのでたくさん花が咲くはずです。今咲いている花たちは、まあ、一通り咲き終わったらちょっとカットして、下の方から出てきている新芽を育てていきたいと思います。花をカットするときには花茎の根元の方からカットしていって、できるだけ株元が茎で密集しないように、隙間が空くようにしていきます。このナデシコのように開花期間がまだまだ続いていて、そして特に病気等がなければ多少見栄えが悪くても掘り出し物は買いだと思います。これから新天地となるこの庭で
たくさん花を咲かせてもらいましょう。そしてこちらは同じくホームセンターの掘り出し物コーナーで出会ったバラ、トゥルーブルームのレッドキャプテンです。 50% オフで548円でした。まあ、多少株は疲れているような雰囲気もありますけれども、このバラが持つポテンシャルにかけてみたいと思います。このトゥルーブルームブランドのバラっていうのは、過酷な無農薬での露地栽培テストで抜群の好成績を収めたバラたちだそうで、病気に強く虫もつきにくい四季咲き性のバラですと書いてありました。葉っぱが全部落っこってしまうほどの水切れを起こしても、およそ2週間後には復活するという非常に強いバラです。レッドキャプテンっていう名前がまたなんかいいですよね。ちなみにですけれども、2019年秋日比谷公園ガーデニングショーにて日比谷セレクション大賞受賞品種です。素晴らしいです。そしてこちらも夏の定番、ルドベキアです。暑さに強く、開花期間は10月頃まで。水はけのいい場所を好むようですので、もし水はけの悪い場所に植え付ける場合には、腐葉土を混ぜ込んでおいたりとか、盛り土をしたりして水はけを良くしてから植え付けた方がいいと思います。さあ、いよいよゴールが近づいてきました。皆さんもうちょっと飽きてると思うんですけども、あと2つだけご紹介させてください。こちらはガイラルディア。花火のような花が気に入って購入しました。耐寒性の多年草。開花期間は5月中旬から11月中旬頃まで。花火のような花といえばですね、まあ、先ほど日々草の夏花火という品種もご紹介しましたけれども、私披露宴の司会を、まあ、週末やってるんですが、プロポーズの場所に花火大会を選ばれる方も、まあ、いらっしゃいます。で、中にはですね、花火を打ち上げる権利を買って、まあ、一発だけですけれども、で、大会の花火大会のアナウンスの方にですね、打ち上げる前にアナウンスをしてもらうんですね。次の花火は〇〇さんから〇〇さんへ送るプロポーズの思いを込めた花火です。ヒューパーンって花火が上がった時に、横にいる彼女にプロポーズをしたっていう方もいらっしゃいました。すごいですね。さあ、では最後にご紹介する花はエキナセアのプレーリースプレンダーです。開花期間は6月から10月頃まで。ほとんど手がかからない寿命の長い宿根草です。私の庭にもエキナセア植えてあるんですが、まあ、この色ではなくてピンク色っぽいエキナセアなんですけども、ほぼ手をかけずにずっと毎年花を咲かせてくれます。冬は枯れた地上部は刈り取ってしまうんですが、寒さに十分当てた方が春からの成長が良くなるようです。この中央の栗の伊賀みたいなのが可愛いですよね、エキナセアって。ということで、いろいろご紹介をさせていただきましたが、今回購入した花々は主にガーデンへと続くアプローチに植え付けることをイメージして購入しました。また植え付け動画は改めてアップさせていただきます。よろしければご覧ください。では結びに、本日ご紹介をさせていただいた花々、まあ、全部ではないんですが、その一部で作った生け花を回してお別れしたいと思います。まあ、生け花と言っていいかどうか分かりませんけれども、まあ、適当に刺しただけなんですが、新しく私のガーデンに仲間入りした花々で作った生け花、しばらく机の上に置いて眺めたいと思います。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。